ご報告があります。この間 C 級ダンジョンのレイドで8人が戦死しましたが、生存者が D 級と E 級だったんです。逃げ出したんだろう。よくあることだ。いえ、ボスを倒して出てきました。 D 級の諸菱健太という人物がかなり高価な装備をつけていたので、そもそも熟練したパーティーなら苦戦するはずがありません。8人も死んだことが理解できないんですよ。で、何が言いたい？それくらいの疑念は自分で調べることができるはずだろう。それがもう一人の生存者が二重ダンジョン事件でも生き残った水篠ハンターだった。水篠？なるほど。でも単なる偶然だろう。あの日使った魔力測定用魔法石は最高級品質のものだ。そもそも再覚醒は滅多に起こらない。よりによって今回戦死した人の一人があの右京隼人ハンターなんです。まさか右京正人ハンターの兄も？それは確かに引っかかる。お二人のおかげでレイドがスムーズですね。本当に。みんながそれぞれの役割をしっかりやってくれているおかげですよ。ともかく本当にありがとうございます。うちの攻撃隊に合流すればそんな心配はいりませんよ。全部嘘ってわけじゃねえさ。ちゃんと黙っていてさえくれれば。マサト、そろそろ支度するぞ。いつでもいいぜ。前方に敵だ。俺の動きをよく見てな。羽の匂いがする。前方に敵だ。
ったぞ。金を稼ぐ時間だ。前方に敵だ。大したことねえな。少し遊んでやるよ。どけ！盾の一撃！うわぁ！僕を信じてください！突撃！ふっ！前！どうしたんです？攻撃に夢中でしくじったようです。しくじった？ゲートの中で一つ間違えれば人が死ぬんだぞ。分かってんのか？大丈夫ですか？あ、大丈夫です。うちはヒーラーがいないんだから。小さい負傷も致命的だ。お前、この先は攻撃隊の後ろ。俺一人で進んだ方がいいんじゃねえか。俺は俺で、兄貴は兄貴で行けばいいだろう。分かった。緊急事態の時はすぐ知らせろ。誰か俺と一緒に行くならこっち側に来てもいいぞ。じゃあ気をつけろよ。よし、誰も気づいていないらしい。ここまでは順調だ。あとはあいつがおとなしく従ってくれれば。当たり前の結果だ。え？見せてやろうじゃねえか。前方に敵だ。集中しろよ。
当たり前の結果だ。見せてやろうじゃねえか。前方に敵だ。強化羽の匂いがする。前方に敵だ。これを捨てやるよ。てめえは消えろ。消えろ。立てろ。一撃。うわ。思ったより早く戻ってきたじゃねえか。ところでなんで一人なんだ。
あっちには別の種類の魔獣がいてよ。呪いにかかって一瞬で全滅だ。もちろん俺を除いてな。何っていう理由を作っておいたんだが、でもそんな口実なんてもう必要なさそうだな。あいつ何のつもりだ。考えてみれば目撃者を全員殺しちまうのが早いよな。どこで話が漏れるかわかんねえし。え、あの、どういうことだ。つまりお前らは全員このゲート。お前一体何なんだ。兄貴はどうして生き残ったのか聞かれると思ってんのか。血縁だから納得してもらえるだろ。